雪男は雪深い山中にいると言われている人とも獣ともつかない馬の総称である。語源はイエティの英訳のアボミナブルスノーマンから来たものという説を登山家のネブカマコトが唱えている。ヒマラヤ山脈のイエティ、ロッキー山脈のビッグフットなどを指すことが多い。日本国内では中国山地のヒバゴンも雪男とされる。なお、雪男と訳されるが、 本来性別は限定されていない。また雪女は全く別物である。中国では野人と呼ばれる。それぞれの雪男の共通点として、人里離れた山奥に住む全身けむくじゃら直立二足歩行するという特徴が挙げられる。退職については、白、茶色、灰色など諸説あり、共通認識とはなっていない。目撃証言はあるが、 ヒグマやハイログマ等の見間違いも多いとされている。それ以外の説としては、毛皮を着た漁師やエンジン、ギガントピテクスの生き残り、未発見の生物などが挙げられる。ゴリラがヨーロッパでは19世紀末まで架空の生物だと思われていたという例もあるので、雪男についても実在を強く信じる人間は少なからずいる。セルパは雪男のことを見た者は病気で寝込んでしまう。 イエティという死神として恐れてきた一方、ヒマラヤ地域のシェルパがヒグマをイエティと認知していたことが判明している。ブータンで雪男を刺すとされたメギュ・チベットでのデモもヒグマを刺す名称だった。しかし、2011年にロシアのケメロボ州で開かれた雪男に関する国際会議ではケメロボ州に95%の確率で実在するとの結論が出された。 ありがとうございます。